はい、どうも皆さん、トライアングルです。ちょっとね、これ爆発してるんですけど、ちょっとヒロアカの能力でなんか地雷設置っていう僕個性を持ってたみたいで、チェストやった瞬間地雷設置されて爆発しました。で、今回、まあ今言ったと思うんですけど、ヒロアカモクト今回も使っていきたいと思うんですが、今回は、なんと、皆様お待たせいたしました。ヒロアカのキャラ全員 VS、全員というか、まあ選抜、全員 VS、鬼滅の刃のキャラクター全員でやっていきたいと思います。はい、まあでもちょっとね、ルールとしてはその特殊というか形になります。はい、その理由がまだヒロアカのキャラクターが完全に全員もちろん出てないんですよ。デク君もいないし、トドロキ君とかもいないとか、もちろんまだね、あの制作段階ですので、なので今ヒロアカの他のキャラクターで多分ね、一番強い子たちを集めました。オールマイトとかリーデストロ、これも第二形態に変わるので強いし、しがらきトムラも強くなってます。はい、でダビとかで、あとゲテンとかで、ギャンゴールカさん、そしてムーンフィッシュ、イレイザーヘッド、バックゴークみたいな、この感じで言ってるんですけど、で鬼滅の刃のキャラクターがやっぱり異常に多いんですよね。なのでまあ鬼ももちろん入れたいと思うので、ここに牛太郎をこう添えようか。はい、これでちょっと海学もじゃあ入れちゃう、海学もじゃあうずいさんのとこに入れちゃう、これでやりたいと思います。でちょっと姫島さんとかもしちょっと、でもね、オールマイトとかいるから、まあ、もしこれで完全にこっちが勝つとかだったらちょっと追加っていう形になるかな。だからちょっと特殊です今回は。なんかね、正々堂々っていうかじゃなくて、なんかその本当に集めてじゃあ戦わせるとかじゃなくて、まあ、どんな感じになるのかっていうのをちょっと見たいので、はい、だちょっとちょいちょい調整しちゃうかもしれないんですけど、よろしくお願いします。あの事前にやってないので、事前にチェックみたいなのももちろん初見楽しみたいので、見てないのでどうなるか分かんないんですよね、正直。ということでじゃあ行きましょう。じゃあまず柱、最強の義勇さん、そこらへん こう行こうか、4体ぐらい。そしてこちらは爆豪くん、イレーザーヘッド、ムーンフィッシュ。で多分、爆豪くんがね、イレーザーヘッドとかより、ムーンフィッシュ、イレーザーヘッドとかムーンフィッシュより強いんですよ。まあ、でもやっぱりちょっと、義勇さんと戦うということでね、最初は爆豪くんでいきます。それでは、いきます。まず、義勇さん。VS、いくぞ爆豪くん。さあ、この、制作者、あ、そっか、これ、あー、ちょっと待って、これ、まあまあ、いいか、これは、これで別にいいのか。うん、大丈夫かな。ちょっとここになんか、あー、お、どういった、爆豪くん、うわー、来たー待って待って、そうか、これちょっとダメだな。ちょっとこうするか、これで道を作ろう、道を作ってあげないとね。さあ、まあでも殴り合いになるからいい感じになるかな。おお、早い、67。まあでもそうだよな、爆豪くん仕方ないよな、そんな感じになっちゃうよね。それでは次、イレーザーヘッド。さあ、イレーザーヘッド、さあ、しかしね、イレーザーヘッドは残念ながら個性を、ね、呼吸だから関係ないんだよ。まあ、しかし、ヒロアカは、オールマイトにどう繋げるかだからね、最初は仕方ない、やられて仕方ないのかなっていう気はするけどね。でもしかし、さすが義勇さん強いぞ。さあ、そしてムーンフィッシュ。ムーンフィッシュも前戦ってみてなかなか強かったなってことで今回入れてみました。はい。さあ、どうだ、義勇さん、止まった義勇さんでどこまで倒せるかだな。逆にヒロアカは義勇さんをどう対処できるか、それによってくるか。おお、ついに倒した、倒しましたね、ムーンフィッシュ。ここで義勇さんが脱落と。しかしヒロアカ組はもう2体、そしてムーンフィッシュもかなり瀕死の状態ですね。さあ、次イグロさんいきましょう。さあ、イグロさん果たしてどうなるのか。これはオールマイトで3体倒しちゃうとして、柱をね、だ鬼滅側としてはなるべく被害を最小限に抑えたいっていう感じかな。うん。では次、ゲテン行きましょう。さあ、どうなる？ゲテンどんな能力？まだ多分そんな、おお！かっこいい！え？氷の竜？うわ、これ多分新しい、あれだな、アップデですね。うわー、すげえ！氷の竜！え、かっこよすぎ！え、待って、え、めっちゃかっこいい、待って、でも試合見たいけど、待って、氷の竜も見たい。あ、でもこれ多分氷の竜あれ止まっちゃってんのかな。いや、攻撃が与えてる、攻撃多分与えてるわ。さあ、どうだ、これはイグロさんと、あ、でもほぼ
ほぼ同着じゃん。いや、すごいな、あげてん。強いわ。では次。さあ、オルカさんですね。鬼滅の刃のキャラクターたちもびっくりでしょ。え、オル、え、え、みたいな。お父さんみたいな。パパパパってなるだろうな。作った人だから。いや、違う、違う、オルカさんではないんだけど、ギャングオルカって言うからさ、オルカさんっぽいじゃん。え、オルカ、え、パパって。絶対なってるだろうな。さあ、しかし、これ、品塚さんはやっぱり柱の中でも、まあ、1、2を争う強さだからね。義勇さんとほぼ同じ強さっていう感じだから、果たして、ギャングオルカさんでどこまで品塚さんを倒すことができるのか。いや、でもこの調子でいくと、ヒロアカ組が勝つから、まあ、そこに鬼がどう、牛太郎がどこまでやってくれるかっていうところだよね、おそらく。さあ、どうだ、これダメージ入ってんのか？いや、しかし、やはり品塚さんは強い。さあ、オルカさんはここで、あー、石報いることはできず、83と。なるほど。さあ、しかし、こっから、ダビですね。ここら辺から結構どんどん強くなってくるんじゃないかな。よし！かっこいい。まあ、そうだよね。ダビは炎を使う。いや、しかし、これは、品塚さんが多分倒すような勢いだな、この感じは。果たして、どうなるのか。いやー、しかし、炎のダメージが少し弱いか？そうだね、あんまり品塚さんには入ってない気はする。代わりに品塚さんはもう体力200ぐらい以上削っている。この状況どうだ。ここはやられてしまう。さあ、しかしこれで品塚さんが 0.2 ですね。さあ、残り3体になりました。いやー、これさすがに厳しいんじゃないか。いくらオールマイトとリーデストロいるとしても。さあ、しかしこっからは最強ですよ。最強組です。さあ、ここは品塚さんが早めにやられる。しかし40何食らわせるんだよね。さあ、煉獄さんどうだこれ。まあ、覚醒の信楽戸村だからね。これは煉獄さんと同士打ちぐらいだと僕は思ってるが、これ牛太郎と最後でいいかもね。柱だけでいいか。いや、でも牛太郎出すか。どうだ。さあ、ここはでもリーデストロもあれなんだよな、意外と柱。いや、でも53残っている。さあ、ここでちょっと牛太郎最後にしようか。こうしようか。うん、甘露寺さん、海学、伊之助、善逸ということで。でも意外と数少ないぞ、鬼殺隊側も。いや、どっち応援すればいいか分かんない。どっちも頑張れ状態なんだよな。さあ、ここで甘露寺さんがあざになり、そう、これこの信楽戸村の技がすごいんですよ、これ。定数ダメージが。さあ、そしてこれだね、リーデストロ。ここでやられてから多分第二段階になる。いや、うわぁ！てか、ニョッキン出てきた。これやられてから第二段階で多分体力マックスで、あれでしょ？第二段階行くでしょ？すごい、待ってて、うわぁ！あ、そっか、これ 80% だと体力ちょっとあれなのか。まあ、これはこのままで行こうか。はい。じゃあ次、海学。さあ、ついに鬼が登場です。さあ、どうなる？鬼、リーデストロ。海学がどこまで。これ海学がリーデストロと同士打ちしたら強いぞ、それは。さあ、ここでフィールドがぶっ壊れてしまう。いや、しかしあれ強い、強いリーデストロ。さあ、こっからどのた、どうなる。これは伊之助、これオールマイトとさすがに、あ、でも確かオールマイトとさ、あの牛太郎って一緒ぐらいじゃなかった？あ、意外と上限のあの伊之助ぐらいなんだっていう話をした気がする。さあ、次善逸ですね。善逸、さあ、ここで同士打ちになったらオールマイトと牛太郎の対マンになる。確か前やった時は一緒ぐらいだった、上限 VS オールマイトっていう、あのぜひちょっと動画見ていただきたいんですけど。さあ、お、善逸が45残ってますね。これは面白い戦いになってきたぞ。あと、こちらオールマイト、こちらというかヒロアカ組はオールマイト、そして鬼滅組は牛太郎。いや、これどっちも応援して、どっちも勝て、引き分けを求める。私は引き分けで頼む。いや、これついに大将戦。さあ、それでは行きましょう、大将戦。オールマイト VS 牛太郎。いや、どっちも頑張れ。いったね、いった。オッケーオッケーオッケー。さあ、戦いました、始まり。よかったよかったよかった。さあ、しかし、うわー、いや、これはちょっと牛太郎不利では。血釜は距離が開けないと戦えない。いやー！
マイトの勝利。いや、ちょっとでもあれだったかな、不利だったから今、地形が。僕がこれ爆発させちゃったせいで。牛太郎ってさ、血釜でやっぱり遠くから、なんか攻撃してみたいな。やる感じだからね。じゃあちょっと追加しようか。じゃあ姫島さんと無一郎がちょっとおぼろで飛んでっちゃうから炭治郎行きましょう。はい。まあ、こっからはね、一応なんかどんな感じ、どうやったら同じぐらいになるのかなっていう感じで。姫島さんとオールマイトってすごいな、この戦い。すごい。もうなんか、もうマイクラのさ、モッドの域超えてるよね。オルカさんとさ、クジラさん、要はお互い、なんか指定関係なんですよね。そのオールマイトっていうか作られた方々、ちょっとね、そういうのやめないかい。ちょっと待ちたまえ。ちょっと戦いなさい、普通に。そう。おお。さあ、そして、炭治郎。さあ、炭治郎、鬼の王になりました。そう、やばいな、そうなると思ったんだよ。なんかそんな気がしたんだよ。なんで鬼の王になるかちょっとわかんないんだけどさ。オールマイトが全てを壊していくのか、これ。どうだ？これはさすがに鬼の王が勝つんじゃないか、いくらなんでも。いくらね、エネルギー弾しか打てないといっても、体力500だからね。あ、やばい、これハマりますか？あ、いや、ハマんない。さすが鬼の王、ちゃんと戦いに行く。遠くから攻撃していれば大丈夫なのに、それはあえてしない。じゃあ、オールマイト行け。あ、いた、行けるか？オールマイト。さあ、オールマイト。さあ、そして、鬼の王頑張れ！オールマイト頑張れ！さあ、どちらも頑張れ！どっちも応援したい！この気持ち、なんだこの複雑な気持ちは！オールマイト！ほっ！え？え？え？なんでやられた？まさか、トゥルーホームだと。の状態だって最後にさ、とんでもない一撃を与えるんじゃない？今だって鬼の体力あったよね。え、やば。はい、ということで、これ、倒せるんか。あ、その技を使ったら倒せるようになるんじゃないか。最後の赤沢みたいな感じで。前ね、やった時無敵だったんですよ。何回殴っても。だ、最後の一撃がとんでもない火力を出して、そしたらもう体力1でやられるみたいな感じだったのかもしれない。はい、ということで、今回、まあちょっとね、今回は、その、まあなんだろう、天秤にかけるとかじゃなくて、その、ヒロアカと、鬼滅の刃の、力の、まあバランスみたいな感じをちょっと今回見るために、ちょっとやってみたんですけど、いかがでしたでしょうか。まあオールマイトがやっぱり、原作通り強い。そして、鬼滅の刃も安定して全部強い。そして、やっぱり牛太郎が強いですね。まあ牛太郎はちょっと地形がね、あれだったから、その、まあ、だったけど、まあでも、いくら地形利用したとしても、今の感じだと、オールマイトが勝ってたかなって感じですね。はい。まあでも、もちろん、上限、鬼滅の刃もね、上限をキャラクター全員、なんだろう、全部出せば、それは鬼滅の刃が勝てるので。まあちょっとね、ヒロアカのモッドが、もう完全に完成したら、その、要は、正式に、もう、鬼滅の刃の柱とか、その、上限全部合わせて、で、さらにヒロアカも全部合わせて、その、もう完全なる全員でできたらなとも思っております。いや、楽しみですね。はい、ということで、じゃ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして、モッド制作者さんのね、オルカさんと、クジラさんの、チャンネルももちろんありますので、そちらも概要欄に貼っておきますので、よかったらというかね、ぜひ、まず一回ちょっと動画見てみてくださいませ。そしてチャンネル登録もしていただければなと思います。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。